鍋の素は使えません。楽になると思います。こんばんは、レピチュージです。今日は私、サーヤがお届けします。今年も鍋が美味しい季節がやってきましたね。鍋って実は離乳食の取り分けに最高なんです。ただし今回は鍋の素は使えません。昆布で出汁を作るので、大人はポン酢やごまだれなど、後でお好みの味をつけて食べてくださいね。まずはじめに水と昆布を鍋に入れて火にかけます。具材は子供が食べられるものを火の通りにくいものから順に入れていきます。普段ママたちが食べている料理より柔めに作ります。具材が柔らかくなったら子供用に取り出します。取り出したら大人用の食材を入れていきます。あとは先ほど子供用に取り出した分を月齢に合わせて大きさを調節するだけ。お鍋だとかなり柔らかくなるので、すりつぶしたり細かく切ったりが本当に楽です。おかゆにだし汁をかけても美味しいし、うどんにかけても美味しい。離乳食が進めば肉や魚、野菜を一緒に調理できる鍋はすごく離乳食向きです。どの月齢の時期も多めにとっておくと何回分かの離乳食が確保できるので楽になると思います。ホワイトソースやコンソメの粉末などでアレンジするとお子様も飽きずに食べられるのではないでしょうか。もうやってるよってママもいるかもしれませんが、少しでも参考になればと思います。よかったら高評価も押してね。それではバイバーイ。